翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。こんにちは、伊藤直子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は、はい、スペシャルゲスト宇宙人、宇宙人シリーズです。宇宙人シリーズ、はい、宇宙人をね、はい、ゲストに呼ぼうってそうです。ちょっと新しいね、新しい試みが、ちょっとその新しいね、感性のこの人は宇宙人の魂じゃないかっていう人をね、ちょこちょこ呼んでいこうということで。そうです。そのシリーズで、はい、宇宙人アミちゃんの大親友宇宙人アミのね、宇宙人アミのね、あの本がありますけど、そのアミ、宇宙人アミちゃんの大親友、大親友、はい、ゆうゆう、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうゆうとは令和2年6月からの付き合いなんですよ、うん、はい、うん、最近ですね。もうかなりあの、うん、でもね、この令和の時代っていうのは、この1ヶ月がもうもはやあのドッグイヤー、うん、まあね、マウスイヤーとか言うじゃないですか、うん、もうまさにこう1年が100年説だから年かなりもうなんか昔から知ってたような気がするんですけど、食のアプリがあってね、食べきふっていう、うん、フードロスの対策にとの取り組んでる飲食店と、そういったお店を使いたいっていう、消費者さんを結ぶアプリが今あるんですけど、うん、まあ、そこの食関係で知り合った女社長さんがいるんですよ、うん、で彼女がどうしてもなおちゃんに紹介したい、どうしても宇宙人がいる、宇宙人がいると、まあ、その女社長さんも今度ねお呼びしたいと思ってますけど、彼女も紛れもなく宇宙人なんですけど、うん、まあ、その前にまずはじゃあゆうゆうを送り込もうということで、うん、ゆうゆうがやってきたわけですよ、うん、まあ、ビーガンをね、基本的にあの料理を食べにうちにはよく来てくださってるんですよね、うん、まあ、ゆうゆうは一体何者なのかっていうことなんですけど、どういうふうに伝えたらいいんだろう。そうですね、うん、まあ、元々、まあ、お仕事でちょっとビーガンのお食事とかを、まあ、広めるっていうことをしていて、うん、で、まあ、直子さんにはのお店で、特別にビーガン料理を出していただくっていう感じで、結構、まあ、6月に初めてお会いしたんですけど、うん、もう5回ぐらい行ってますかね。そう、あの不思議なんですけど、うん、ゆうゆうはね、うん、通うお店がそこがビーガンじゃないのに、うん、その店をビーガンにしてしまう、うん、ゆうゆうのために。あ、吉野家行っても多分今度吉野家ビーガンが出てくる。なるほど、うん、周りをビーガンにさせていくエネルギーがあるんですね、うん、なんかね、あるんだよね。でもゆうゆうは声の感じからすると、うん、こじかけ宇宙人だね。なんかあれ、動物占い的なものあるんですかそれ。この間もリスって言われました、うんうん、あ、そうそう、小動物な感じね。小動物、うんうん、まあ、実際ね、いろんな食べ物とかポケットに隠してますよね。そうですね、デーツとかね、ナッツとか、そう、お菓子とかね、出す、木の実系を出すので、遠からず当たってるかも、その、うん、小動物。でもゆいゆは結構見た目からすると若いですよね。そうですね、実際の年齢よりもだいぶ若く見られます、ね、あ、そんなに若くないんですか。実はそうですね、もう宇宙人年取らない。そう、宇宙人の特徴ですよ、まず前回の、あの萩谷さんもそうでしたけど、うん、70過ぎに見えなかったじゃないですか。見えなかったですね、まあ、基本的にあの年齢69歳にしか見えないですお肌ピチピチ言うてたじゃないですか、翡翠さん。もうなかったことにすぐするんだから。だから69歳にしか見えなかった。若く見えましたよ。本当に、やっぱ年齢不詳系が多い、うん、まずね、宇宙人の見分け方その1、うんうん、年齢不詳が多い。ゆうゆうは34歳かい、うん、ということは。あ、惜しいですね。惜しい、惜しい、あ、33です。あ、33、はい、なんかすごい微妙にかすってるこのよくわからないやな。あ、見た目はね、完全に24、5歳かなと思って、ね、結構いってるっていうかね、はい、結構いってるっていう人って大体34、5なんですよね。あ、なるほど。そんな法則がある、うん、来年からはじゃあもうバリバリ使える。結構いってるんですよって言って、それで大体34、5の人、女子が怒り出すんでしょ、パターンとして。
何よそれって志子太郎なんか34とか35結構言ってる扱いしてみたいな、なんかそういうまたねあの SNS 上で炎上してしまいますので、むやみやたらなことは言いませんけど、34仕事って一番僕はそうあの絶好調期に入ると思ってますけどね、やっぱり人生自分僕自身がね34から急上昇してったので、あの35でデビューできたんでね、34仕事ってこれからっていう感じは印象ありますよね、うん、まさにでもゆうゆうそうなのよね、あの出会った時ってもう会社辞めるんですって言いながら会社の名刺をいただいてそれがあの日本で初めてというか最初 の, あのベジタリアン専門雑誌のベジーっていうすごいねシャレオツなね、おしゃれな雑誌の編集者だって言って、うちのお店のコージーのスタッフがアップを始めてね、どうしようコージー取材されたとか言って、いや全然取材じゃないからって言ってね、もう勘違いから始まって、うん、取材されたいからってなんか手厚くもてなさなくっちゃとか言ってねあの最初は横惜しまな気持ちでねゆうゆうに近づいてました、うちのスタッフたちは。この場を借りてお詫びいたしますでも今仲良くなっちゃってね、はい、なんかゆうゆうが来るって言ったらもう張り切ってもううちのお店にないものまでね作ってんの。あの、うん、ゆうゆうはどうして食に興味を持ったんですか。うん、もともとあの食べ歩きとか好きだったんですよね、うん、その、うん、ビーガンとか関係なしで、ね、そうですそうです、美味しいものが好きだった。もうあのラーメンが大好きすぎて。ラーメン好きなの、はい、週に 3,4 回ぐらい通ってて、美味しいラーメンを調べていくの。そうです、もう後で美味しいとこ教えて。もう全力で教えます。あ、すっごい詳しいもんね。今聞いてる人にも一つ二つ教えて本当ですか、うん、あじゃあこれはベジラーメンなんですけど、うん、新宿御苑にある、うん、スパイスラーメンシャカっていう、名前からいい ねそうシャカシャカです。そうねえ、ここはあのもうなんだろう、ベジとかノンベジ関係なくおすすめ、うん、スパイスラーメンと、あと今は期間限定でアーモンドミルク担々麺もあります。あのアーモンドミルクもしかして、そうあのフィリピンの息子とか連れてってあげたいな、濃いアーモンドミルクっていう、うんうん、美味しいんだよね、はい、日本で一番あのなんだろうピュアなアーモンドミルクを使ってておすすめです。あ、まずは美味しいものが、これは子供の頃から好きだったの、美味しいものを食べるの。でもそう大学生の時からもうラーメンめっちゃいい形。すみません、ね、結構でもいろんなお店行って写真とか撮って、うん、っていうのは好きでしたけど、うん、自分でも作るの。そうですね、結構料理は好きですね。 そこから食を極めていくうちに、ですね、ベジタリアンになったきっかけは、うん、ちょっと5年ぐらい前に、うん、あのまあ、精神世界の本を結構読むような、うん、なって、うん、それはまあちょっと自分がもうなんか苦しくて、うん、もう地球もいいってなって、うん、もう帰るって思って、うん、そういう時があったんですね。そう、小時間制にね、さよならって思ってた時に、まあ、そういう本を読むようになって、うん、結構まあ見えない世界とかを意識するようになっていて、うん、でまあいろいろ読んだんですよね自分なりに、うん、でその中で結構その食について、うん、肉食についてとか書いてある記述が多かったので、うん、少しずつ意識するようになって、うん、自然食のお店に行ったりとかするようになったのが、うん、まあ、きっかけというか経緯ですね、うん、やっぱりその食を変えていくと変わってくるの。なんかもともと体はまあ健康だったんで、うん、自分では気づかなかったんですけど、うん、確かにこの 3,4 年風邪は一切ひいてなくて、うん、でまあもともと結構まあなんだろうな、そんなになんだ怒ったりとかそんなしないですけど、うんうん、でも前よりは落ち着いたかなとは思います。落ち着いたというか、うん、なんかもう声を荒げることもなくなったし、うん、やっぱりこう声を荒げる、うん、いや声を荒げてるゆうゆうってっていう、なんだろう、声を荒げてほしいぐらいでもだいなんか自分ではやっぱり、うん、落ち着いたというか、もう何かこういつも見守ってもらってるみたいな感覚とかは出てきたから、うんうん、きっとそれ何に見守られてる感なんですか。宇宙のお母ちゃん、宇宙に見守られてる感、宇宙のお母さん、宇宙の、そう、僕あの宇宙マザコン、うん、コズミックマザコンなんです。あ、そんな初めて聞きました、コズミックマザコン。あ、もうね、そういう言葉にね出てくるとアップが始まるんですコズミックマザコンっていうのがあるんですね、うん、僕が作ったんですけど、はい、こうなんか何かあると大丈夫、お母ちゃん見てくれてるって、あ、宇宙が、宇宙がって思うと割となんか大丈夫だと思えてくるっていう、まあでも結構昔のあのお天道様が見てるに近いのかな。そうだと思いますね、うんうん、言い方がちょっとふざけてっていうか、ね、言い方がちょっと進化した感じ、進化そうですね、はい、
伝えたいことは、お天道様が最近はコズミックマザーって言われてお天道様かっこいいね、だいぶかっこよくなりましたね、うん、お天道様なんかかなりねグローバルコズミックマザーになってたんですねしばらく気抜いてるうちに、そうですね、すごい呼ばれ方されてるなお天道様、まあ、あとね、ゆいはほらこじこじ好きじゃない、そうですね、こじこじ、さくらももこさんのアニメ、うん、その世界観なんかもやっぱりそうですね、広めたい、広めたいですね、なんですかこじこじっていうのは、おお、ここにもいた、うん、知らない人がこじこじ、うん、何ですかこれは、さくらももこさんの、うん、といえばね、はい、ちびまる子ちゃんと並ぶ名作なんですけど、こじこじも宇宙生命体なんですね、うんうんうん、でまあ、メルヘンの国っていうのに住んでいて、うん、でそこに一応学校があるんですけど、こじこじも宇宙、あ、だって宇宙人アミ推薦してたのさくらももこさんだもんね、本ね、そうですね、挿絵書いてらっしゃって、うん、だからさくらさんはすごくスピリチュアルな、そうなんですよね、こと大好きだったらしいですからね、はい、そうそう、で、まあ、こじこじはじゃあ宇宙人の、宇宙人の本、宇宙人アミちゃん的のさくらももこちゃんバージョンなんだ、そうですね、うん、パッと見ギャグ漫画なんですけど、うん、めちゃめちゃ深くて、あ、そう、でもう可愛い、買ってみよう、そう、うん、これ本当におすすめ、おすすめ、こんだけ、あの、なんだろう、もう熱弁してるんで、うん、もう相当歴長いんだってよく思われるんですけど、うん、意外と去年の11月から、うん、先週じゃなかった、あのね、毒やマウスイヤーねでも本当にもうドハマりしちゃって、うん、もうアニメも全部か、まあ、3個しかない、3巻しかないんですけど、ハマ、うんうん、りやすいねこんなにハマることない、キングダム 60何巻とかじゃなくて、ハマりやすいね、そう、程よくね、程よくすぐ変えちゃう、ですぐ終わっちゃうから、うん、まあ、ちょっと大事に読んでたんですけど年末とか、うん、YouTube とかもいっぱいの、あの、上がってるから、うん、これさくらさんの晩年の作品、結構晩年ではないですね、90、多分4年くらいに書いて、だいぶ前に書いてたんだ、はい、こういうもの、そうですね、アニメも97年ぐらいにやってます、アニメ化もされてた、はい、そう、こじこじ、どこが特になんかこう深いってあります、ほとんど全ての話に深いところはあるんですけど、うん、まあ、いくつか、なんだろう、まあ、大好きの話もあるんですけど、うん、例えば今に、今のこのになんだ世界の状況とかぶるお話とかもあって、うん、嵐が来るぞっていうお話なんですけど、うん、こう、まあ、嵐が来るぞってなって、でみんなもう心配して、うん、もう家をすごい強度にしたりとか、うん、貴重品とかも持って早く家に逃げろとか言ってるんですけど、こじこじだけいつもと同じようにふーんって歩いていて、うん、でもう他の人も何やってるんだよこじこじ、早く貴重品持って家の中入れって言われるんですけど、うん、もうこじこじはもう 何を言われてもブレないで、うん、あの、こじこじは何も持ってないから何もしなくていいんだねみたいな感じ で、うん、で歩いていて、で、まあ、嵐の王様が来るんですけど、うん、もう吹き飛ばそうとするんですよこじこじを、うん、もうそれでもこじこじは一緒に遊んじゃうんですよね、うん、嵐の様と、嵐だね、そう、でも何、そう、遊んじゃうわけね、遊んじゃう、うん、でもう全部楽しい方向に変えてって、うん、で結局嵐の王様ももうこんなやつと遊んなんかやってられんわって言って帰っちゃうと、うんうん、で そういう話があって、なんかすごく今の状況に通ずるというか、うんうん、大事なメッセージがあるかなと思います、ね、うん、なるほど、うん、敵にするわけでもなく恐れるわけでもなく遊んじゃうわけね、うん、そう、もうみんながそう不安に思ってることも不安に思わない、うん、で本当に不安を感じないで済むようになるっていう、うん、そう、こじこじが大丈夫っていうと本当に大丈夫だなと思っちゃうし、思えるし、うん、そう、うん、いいな、こじこじになりたい、そう、もうだから、うん、多分みんな自分はこじこじ、うん、あ、自分はこじこじというか、みんなはみんななんですけど、うん、なんかそう、こじこじみたいな気分で生きてたら、うん、なんかいい感じに進んでいくというか、うん、なりたいけどね、なかなかねなんかこじこじをね、こう脅かすさ、うん、なんか、まあ、地球にはいっぱい、そうそう、偽こじってやつがありますからね、偽こじって店もありますよ、ひつじさんね、はい、あのゆうゆうみたいにね、うん、まあ、宇宙人の会っていうかね、うん、こう、まあ、こういう世界観を持った若者がどうやらね増えてるらしいんですよ、やっぱり多いんですか、うん、そう、今はあの自分の周りにいる人たちはもう宇宙人会っていう会も結成して、結成してるのね宇宙人会何人ぐらいいるんですか、毎回今、次が第4回目なんですけど、うん、今のところマックス10人10人で、
そう、最初5人ぐらい。定期的に宇宙人の人たちが集まって。そうなんですよね、まあ、もっとそれ地球をどう良くしていこうか作戦会議してるんですね。実際はそこまでかっこいいものでまあそのつもりなんですけど、うんうん、そうまだ立ち上がったばかりなんで、うん、あの地球人に対しては今どういうことを変えればいいんでしょうかね。そうですね、まあ、まずはやっぱりそうですね、もう地球人、まあ、宇宙人というかまず地球人というか、うん、もう地球に住んでるっていう何人とかじゃなくて、うん、もうそういう意識を持つこと、うん、一人一人がで、まあ、結構まあみんな地球いい社会世の中にしたいって思ってるんですけど、うん、こう、まあ、宇宙人会のメンバーごとにやっぱりなんだろうな、思い入れがある分野ってちょっとずつ違って、うん、動物、まあ、ゆうゆだったら食だったり動物だったり、うん、そうなんか食、そうなんだろうな、水、海とか、うん、もう森とか、うん、動物もやっぱ動物とか、うん、そういうちょっとずつこう違う感じで守る分野が違うのね。そう、うん、そう守る分野が違う、うん、ね、そう、もうそれを集結してもみんなでいい地球にしていこうみたいな感じですね。うん、うんうんうん、なるほど。石井さんドラえもん好きでしょ、はい、もしドラえもんだって言ってますけどね、石井さんはね、はいはい、ドラえもんの歌も僕たち地球人って歌あるじゃないですか、うん、あ、そうなんですね。え、ドラえもん知らないの歌アニメ見てないんだね最近。僕たち地球人って歌なんですか。小学校、私が小学校の頃だからもう 30年以上前ですよ。今の歌じゃなくて昔の歌、うん、もう30年前から藤子 F 不二雄先生は僕たち地球人って歌ってたんですね。僕たち地球人をっていう歌なの。僕たち地球人をっていうタイトル、うんうん、見てみてよほらって、ね、花やくさきがおはようの挨拶しているよって知ってる。だからみんなでスキップ踏んでララ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 歌を歌おう、僕たち地球人って言って全然なんかドラえもんのどの字も出てこないんですよ、うん、だけどいきなりこれが主題歌になったの。で当時はまだ子供たちはね、やっぱあったまてっかてーかっていうドラえもんがどうしたんだみたいな、うん、になったんだけど、うん、あのあたりからねやっぱちょっと変わった気がするよ。さくらももこさんがデビューしたのもあの辺だし、はい、なんかね、あの漫画界アニメ界ってやっぱちょっと早いじゃないですか、はいはい、うん、なんかこうインスパイアされてんのかなっていうね、あのあたりから、うん、早いよね、うん、ちょっと令和のドラえもん頼みますよ、石井さんそうだねなんかね、大きな宇宙の小さな星に笑顔がいっぱい、夢の国、手と手をつないで作ろうよっていう、なんか地球を作ろうみたいな歌詞なの確か、はいはい、詳しくは検索すると出てくるので、はい、うん、ドラえもんとまさかここで宇宙がつながるとはね、はい、まあでもドラえもんも宇宙開拓機とかね、うん、映画のバージョンでも出てたけどね、はい、うんうん、なんか最近宇宙をテーマにしてる人が多いなって思ったの、うん、宇宙ね、なんだろう、心の大切さとかね、うん、なんか共通してることって、あとなんかゆうゆうがほらなんでそう宇宙もうこの地球嫌だってやっぱそういうのがないと、うん、やっぱ気づかないもんなのかな。どうなんでしょう、まあでも少なからず生きづらさを感じてすごい、うん、感じてる人がこう変えていこうって思うんでしょうね。まあみんな感じてるかもしれないんですけど、うん、うん、やっぱりね、地球に合わなくて生きにくいと思ってる人は いっぱい今いる多いと思うんだけど、うん、そういう人たちはまずどこから入るといいんでしょうかね。どこから入るか、はい、うん、どういうことを勉強したりどういうことをやるとだいぶゆうゆうが変わったみたいに生きやすくなるんでしょうね。いや、なんかそうですね、まあ、私も全然まだあれなので、うん、こうちょっとそんな言える立場ではないんですけど、うん、まあ、生きづらくて苦しんでる人に伝えたいことは、うんうん、本当にそのありのままのあなたでいいよって、うん、まあ、これは自分にも聞かせているんですけど、うん、やっぱ生きづらいって人と違うとか、うん、まあ、そういうことで感じることが多いと思うんですけど、うん、それでなんで自分は人と違うんだろうとか、うん、まあ、やっぱ人と違って迷惑かけてるんじゃないかなとかで、うん、こう責めちゃったりとかすると思うんですけど、うん、
そういう必要は本当にないよっていう、うん、自分の形で大丈夫っていうことだね、うん、いろんな人がいるからこそ楽しいんであって、うん、この地球っていう星はもう本当に多様な分だけども楽しくなるわけだから、うん、どんなに違ってももうそれはもう宝物というかその人の財産だと思うし、うん、そう結構まあみんな違ってみんないいって言うけどなんだかんだでまだまだ人と違うと、ねまあ、責められるというか、まあ、ちょっと生きづらいところが多いと思うので、うん、ただまあどんどん世の中はいい方向にはなってると思うので、うんうんまあ、この流れに乗って、うん、みんながこう自分をそのまま受け入れられる世の中に、ね、ゆうゆうがその何でも叶えちゃう力があったらまずはどこから変えたいと思うの？地球をですか、うん、何でも変えられちゃう力があったら、うん、それもゆうゆうが願った通りになるよって言ったらどこから変えたい？これはそうですね、難しいですね僕本当にもう平和、もう究極の平和主義なんで、うんうん、なんかもうまず戦争なくす、それはもうね、そうですね、戦争なくす、争いごと、まあでもこれはそう、まあ、戦争はなく、なくす、そうですね争いなくす、うん、もう本音を言えばまあそれこそもうこじこじの世界じゃないですけど、うんまあ、こじこじの世界も ありますけどね、うん、争いみたいのは、うん、まあ本当に平和な可愛い世界にしたいとは思いますけど、うん、まあでも結局それに向かっていろいろ試行錯誤していく過程をまあ楽しむというか味わってるっていうのもあるので、うん、それをバンって叶えちゃうっていうのは果たしてどうなのかなっていうのを思いますけど、うんうん、だから難しい質問ですね。プロセスをあの味わっていくのが楽しんでいっちゃうのがこじこじの世界でもあるわけね。そうかな、まあうん、いろんな経験しに来てると思うので、うんうんうん、じゃあ今日はあの、はい、第1回目の、ね、あの宇宙人特集ですけど、はいまあ、この間もあったけどね、宇宙人の名言をね宇宙人のねこの言葉に救われた、この言葉が最近ハッとしたとか、そうです、ね、結構石井さんの本とかも今日持ってんだよね、はい、読ませていただきました、うんうんうん、いいんだよ石井さんの名言でも、うん、何でもいいです。こんな言葉が最近心に響きましたとかね。あ、そうですね、うん、翡翠さんのご本だと思うんですけど、はい、あ、苦しかったことはユーモアを持って他人に話すことで手放せるって書いてあったと思うんです、はい、そうですか。ちょっとすぐに思い出すあのね、翡翠さんはいっぱい書かれてますからね、うん、そうそう、いっぱい書いてるからね、日々これそうですよね、うん、はい、精進、うん、ちょっと前に書かれた本かもしれないんで、はい、翡翠さんの本だと思います、はい、それ結構あの最近読ませていただいて、うん、あ、そうだなと思ってこう、うん、辛いことはユーモアを持って相手に話すと手放せる、そうで話すと手放せるって、うん、なんか結構それあの残ってて、うん、まあ話すとね、うん、言葉を話すの話すと手放すの話す、距離を置くの話すってね、うん、同じ響きだからね、はい、音だね、音ね、うん、音玉だね。そうだからまあいろんな、まあ、地球に生きてるといろいろ辛いことも苦しいこともあると思うんですけど、うんまあ、それの経験って、うん、自分だけの経験じゃなくて、うんまあ、本当にもともと一つの存在だったのがもうわーっていろんな魂に分裂して、うんまあ、みんなになってるっていうふうに考えると、うん、もう本当に自分の経験もみんなの経験っていうか、うん、こう話すことでシェアすることで本当に価値が生まれるみたいな感覚があるので、うん、っていうのもあって、あ、話して手放すとかもシェアして浄なんか浄化してみたいな、うん、そういうのを結構最近は考えてます。なるほどね、ありがとうございます。ありがとうございます。あのちょうど僕はマイワイの法則という本を書いて、はい、でその大島圭介さんというのが高校野球のね、はい、高校野球甲子園目指してる高校にメンタルコーチをするのをかなりね、はい、やってらっしゃってて、はい、大島さんのメンタルコーチで30校ぐらいが甲子園行ってるんですね、はい、30年も甲子園行けなかったのが大島さんの予宿トレーニングを入れたら甲子園出れたりとか、うんうん、たくさん例はあるんだけど、はい、でその甲子園って例えば
四国の高校とかね、はい、でだとしても四国の子たちじゃなくて全国から強い高校っていうのは全国から来てるらしいんですね、はい、で圧倒的に多いのは大阪の子なんだって、うんうん、だから本当は甲子園で一番実力あるのは野球でね、はい、大阪じゃないかって言ってたんだけど、はい、全国の甲子園常連校はかなり大阪の子が多くて、はい、とにかく大阪の子って強いらしいのね、はい、でその大島さんもなんで大阪の子ってこんなに強いのかなって言ってたらね、はい、できっとお母さんの大阪のお母さんたちが教育に秘密があるっていう風に言ってたのね、はい、で僕それ面白いなと思ってね、はい、大阪の人たちにねどんな子供を教育してるのかなって気になってたのね、はい、で一つ見つけたのがええやんっていう言葉なのね、失敗しても、はい、失敗してもね子供が悪さしても最後は、はい、ええやんってなって、はい、笑いになっていくっていうのがね、うんうんうん、その大阪のお母さんたちのええやんっていう包み込み最後洗いに変えるっていう、はい、まさにその包み込んだ上で受け入れ受容し、はい、笑いに変えていくっていう、はい、凝縮されたのがねええやんっていう言葉だとね、うんうん、思ってそれがね大阪の子供たちを逆境に強い子供たちに、はい、逆境を楽しめる子供たちに、はい、甲子園を支える子供たちにね、うん、成長させているんじゃないかっていう気はするんですよね。確かにいい言葉ですね、はい、翡翠さんが言うとまたいいですか、はい、だいぶ練習してますから、ね、この話をしたらね、はい、ロックバンドオカンのギタリストのユウさんっていうねミュージシャンの方が、はい、エイアンの歌を作ってくれた。あ、うん、そうなんだ。この話をねグリーンズでしたら翌日にはもう曲がね、このラジオを聞いたグリーンズでねこの話をしたらもうこの話を聞いてるうちに降りてきた。メロディーと歌詞が全部降りてきて、はい、翌日にはもう曲をプレゼントされたの。結構ね、いずれね紅白出るなぁと。誰が？ユウさんが。翡翠さんがじゃなくて、ね、三味線で翡翠さんが出るんじゃなくてね。いやすごくいい歌ね。ロックバンドおかん知ってる？エイアンの歌いい、ね、聞いてみて聞いてみて、はい、エイアン、うんうん、聞きたいです、うん、ちょっと難しくて歌えないんだ。あ、そうか。でもね、よかったね。もうエイアンっていうね、そうそう、うん、大丈夫とか、まあ、エイアンとか、うん、そういうもう、でも言ってほしい、言葉のパワーは分かる分かる、ね、うん、ね、大丈夫だよって言ってほしいね。自分を信じる気持ちが全てを大丈夫の方に導いていくんですよね、うん、そう思います。翡翠子太郎の名言ラジオセラピーでは皆様からのメッセージリクエスト、翡翠さんに聞いてみたいことなど大募集しています。あなたの近くにいる宇宙人のご紹介もお待ちしております。いいね、いいね。宛先は翡翠子太郎@globalmedia.jp です、はい、ではゆゆ、まだまだちょっと地球にしばらくいていただいて、はい、お話の続きも聞きたいと思います。また来週、はい、バイバイ。ありがとうございます。ええやん、ええやん。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード、愛の折り箱や八坂がお送りしました。笑顔一つ守れるかもしれない言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう、や愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。誰かが
残した言葉が時を超え今も僕を励ますように僕らが語り合った夢や希望を未来を生きる次の僕らに渡せるといいな。この街に舞い降りる喜びや悲しみを言葉の魔法で何に変えよう。素直に言えなかったありがとうや愛してるを今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかったありがとうや愛してる切な人に伝えたい言葉に変えて伝えたい言葉に変えて